おはようございます。折の晩酌でございます。朝ですね。折のモーニングですね。ですね、今日はですね、私、静岡県は浜松市におりましてですね、今日からですね、タムンズ単独ツアー、ね、宴ツアーというね、60分漫才するね、全国回る、やつがスタートしまして、昨日ね、前乗りでね、浜松に来たもんで、まあ、それはね、ちょっと飲んじゃうよね。まあ、結構深めにね、行きまして、4時、3時ぐらいまで飲んじゃったかな。いやー、でね、ちょっとまあね、YouTube 撮影とかもしてたもんでね、ちょっと、この時間になりましたわね、申し訳ありません。いやー、素晴らしい。外はもう今、カンカン照りでですね、ちょっと相部屋なもんでね、ちょっとね、向こうでちょっと話し声してますけども、ですね、昨日は、まあ、あれですね、サッチャ君が、5回3失点ということで、セデーニョね、これね、セデーニョちゃん、ね、88キロっていう本当かな。ねえ、ちょっと体重もさば読んじゃうね、可愛らしいね、本当に。セデーニョちゃん、ねえ、ついに出ましたよ、満塁弾が。ねえ、これでホームラン何本目、3本目、2本目。いや、すごいね、セデーニョがよく育ったっていうかね、日本もほぼだから日本が育てたみたいなことですもんね。いや、さ、本人のね、そら努力はあると思うんですけども、いやー、育成で取ってきてね、あんな、すごい、このままやとさ、今24歳とかですか？なのね、もしかしたら、長きにわたってオリックスを支えてくれる、ね、ディクソン級にちょっとに、オリックスに、ね、いてくれるような選手になる可能性ありますよ、これは。しかも、こっからが楽しみっていうね。伸び盛り、育ち盛りっていうね。セデーニョちゃん。ねえ。キャラもいいね。素晴らしい。ね。で、昨日は中川圭太が当たりが出だしたのも嬉しいね。一番、3打数3安打ですか。いやー、中川圭太にはやっぱり2割、まあ3割乗せてほしいよ。こっからいける？ 2 割何、4分ぐらい今。やっぱ中川圭太はね、3割ぐらい打っといてくれないと、ちょっとね、見栄えが良くないですね。本当に、いやに、2割4分じゃ無敵ではないもんね。まあ無敵っていうよりはもう、ちょっと、そうね。ちょっと、まあね。まあまあまあ、ちょっと今思いつきません。朝ですね、ほんと。朝はね、頭回らないね。おいでからに、あそこか。安倍ちゃんとこね。満塁のピンチね。いやー、ハラハラドキドキね。まあ、よく抑えたよね、リリーフ陣もね。そう、一応はもう、無双状態ですけども。で、最後、平野さんもね。1点差の平野さんっていうのはもうね、富士急ハイランドぐらいドワクワクしますけどもね。
絶叫マシンですよね。一点差の平野さんはいけんのかなっていうね。しっかり抑えていただきましてありがとうございます。というわけで、ちょっとまあざっくりになりましたけどもね、サチヤ君がね、できればねもうちょい、ね、投げてほしかったよね。4点取られて3点取られちゃって4点取ってもらってすぐ3点取られちゃうとね、まあいろいろね不運もありましたけどもね。そうね、あそこ踏ん張ちょっともうちょい踏ん張ってくれたらっていうのはありますけども、でもそれでもまあ勝っちゃうんだからね、ついてるよね。ねえ、てな感じでしょうか。そうね、なんかね、どうなんでしょうか。今からね、今からで今晩ね、浜松の、福祉センター、浜松福祉センターだったね。なんかそんな、ちょっと、ごめんなさい、うろ覚えでね、そういうとこで、やるんで、ちょっとまあ詳しいことはね、私のツイッターとかね、そこで、見れると思いますんで、そこでねちょっと、情報をね、見ていただいて、もしねそのタモンズの漫才1時間の漫才をちょっと見てみようっていう方がいたらちょっと浜松にね来ていただければ、まだまだチケットもね、ありますよっていうことなんで、浜松はねちょっと会場が大きいっていうのもあってね、チケット余ってますね。ちょっと明日の名古屋はね、結構もう埋まってるんですけども、ちょっとね浜松の方がっていう感じなんで、ぜひねちょっとどうでしょうか、よろしくお願いします。というわけで、ちょっと朝でねテンション低めで申し訳ないんですけども、まあ3連勝ですからね、おめでとうございます。お疲れ様でした。バイバイ。